日本を代表する右の好打者として活躍し、2022年シーズンをもって NPB から引退を表明した内川聖一選手。2023年シーズンからは地元大分の独立リーグ、大分Bリングスでプレーすることが発表されています。そんな内川選手がソフトバンク時代に確執があると報じられていたのが、当時の監督だった工藤公康氏です。今回はなぜ指揮官と内川選手の間に確執が生まれたのかについてまとめました。週刊誌やネットで噂された内川と工藤監督の確執の歴史。大分工業高校から2000年のドラフト1位で横浜ベイスターズに入団した内川選手は、1年目から1軍の舞台を経験。プロ2年目からは背番号2を与えられるなど、高い期待をかけられていました。しかしその翌年に、いきなり右目の視力が悪化。体調不良により右手の握力が弱くなり、ボールさえ握ることができないなど厳しい状況に追い込まれます。その後もレギュラーをつかみかけては離してしまう厳しい日々が続きました。そんな内川選手の転機となったのは2007年でした。本格的に外野手に転向し、ライトに固定されると、ついにその才能が開花します。類稀なバットコントロールの高さでヒットを量産し、2008年には初の首位打者を獲得。2009年には WBC でも活躍するなど、日本を代表する選手に成長しました。そんな内川選手は2010年オフに FA を宣言。故郷九州の福岡ソフトバンクホークスへ移籍しました。移籍初年度にいきなり首位打者を獲得するなど、新しい環境でも持ち味を発揮します。球界屈指の打者に成長した内川選手に絶対的な信頼を置いていたのが、2015年からホークスの監督に就任した工藤公康氏でした。就任するや否や工藤監督は内川選手をキャプテンに指名。俺が監督の間はずっとやってくれ、と全幅の信頼を形にして表しました。工藤監督の期待に応えるように、内川選手のバッティングはさらに研ぎ澄まされていきました。打線の核である4番打者として勝負強い打撃を披露し続けた内川選手は2016年に106打点をマーク。翌17年にもクライマックスシリーズファイナルステージで4試合連続ホームランを放つなど、チームの勝利に貢献しました。しかし30代中盤を迎え、年齢による衰えもあってか、怪我によって長期離脱を余儀なくされることが増えてきてしまった内川選手。2019年にはキャプテンを剥奪され、一人のプレイヤーとして再スタートを迫られました。この頃から工藤監督との関係は徐々に悪化していきます。原因は内川選手による采配批判と言われています。当時の報道によると、自分の意見を口にするタイプの内川選手が我慢できずに、思わず番記者に言ってしまった余計な一言が工藤監督の耳に入ってしまったようなのです。内川選手の発言に対して態度を硬化させた工藤監督は、内川選手が2軍で結果を出していても若い選手を1軍に上げるようになっていきました。どれほど結果を残してもチャンスをもらえず、業を煮やした内川選手は自らトレードを志願。上昇軍団を築き上げた指揮官と4番打者の関係性はすっかり冷え切ってしまったと伝えられています。そして2020年11月、内川選手は試合後のスピーチでいきなり、ソフトバンクのユニフォームを着るのは最後になると退団を宣言したのでした。この出来事は内川選手とチームの関係性が完全にこじれてしまっていることを象徴していたと、ある野球担当記者は語ります。退団について球団の正式発表は翌2日、つまり本人の発表と球団発表が前後してしまった異例の形でした。しかもスピーチでは今季一度も一軍に上がれなかったことを指して、一打席もチャンスをもらえなかったと恨み節まで披露。球団も寝耳に水で、ソフトバンクとの間に何かがあったことは明白でした。さらにこのタイミングで球団関係者からは驚きの事実が語られたのでした。工藤さんは2015年に就任早々、内川を4番に起用しています。しかし内川自身は長打を求められ、バッティングが崩れたと嫌がっていたんです。また2018年の日本シリーズでは、移籍して以来初めてバントを指示された。そうしたことの積み重ねで、工藤監督の下で野球をやりたくないと話すようになっていったのです。
そんな内川選手に手を差し伸べたのは、球団会長にして日本球界の象徴的存在である王貞治氏だったと球団関係者は語ります。シーズン中にもう退団すると漏らした内川に、王さんはそんなことを言うものじゃないと諭していました。しかし内川はふてくされるばかりで態度を改めようとしなかった。さらにシーズン終盤には再び王さんが、現役続行か引退どちらにするのかと本人に正していました。続けるなら球団に残ってもいいという王さんの温情だったのに、明確に回答しないまま練習を続けていた。王さんの配慮をことごとく袖にし、顔に泥を塗った格好なんです。王会長に対する内川選手の態度は、球団幹部の逆鱗に触れ、将来的な監督就任もなくなってしまったと伝えられています。こうしてホークスの黄金時代を支えた4番打者内川選手は、喧嘩別れのような形で退団。ヤクルトスワローズへと移籍することになったのでした。ソフトバンク退団後に本人が語った真相。チームの顔としてプレーした選手としては、後味の悪い退団劇となってしまった内川選手。ヤクルトに移籍した後、その率直な思いを語ってくれました。ホークスが日本一になって救われた部分がありました。勝っていなかったらいろいろ思ったけど、試合に出ていた選手が結果を出していた。もし自分が一軍の試合に出て結果が出ていなかったら、あの年で辞めていたのかもしれない。と、まずは一度も一軍に上がれなかった2020年を振り返った内川選手。一方で工藤監督との確執についてはこう語りました。なんでこんなにないことばかり書かれるのかは正直わからないんですよね。僕自身は2020年の結果をしっかりと受け止めているし、納得もしています。チームはリーグ優勝を達成した。その中で内川誠一が必要だと思わせることができなかったのは僕自身の責任です。もちろん、俺を使えという気持ちがなかったわけではないけど、それは僕だけじゃなくて、すべてのプロ野球選手が思うことですから。と、プロとしての矜持を語った内川選手。ホークス退団までの報道について、事実と違うことが多いと指摘したものの、工藤監督との確執については否定しませんでした。その上で、2011年にホークスに移籍した時は、このチームで引退するんだと信じて疑わなかったし、最近まで僕もそう思っていた。でも自分の中では、まだまだやれるという感覚がある以上、もう一度一軍で勝負がしたい。そんな気持ちが芽生えたのも確かです。と、現役続行への思いも口にしたのでした。故郷を離れ、プロの舞台で怪我やアクシデントと戦いながらもがき続けてきた横浜時代。結果を残し、日本を代表するバッターとなって、故郷の球団に移籍した内川選手。ホークスで引退するのだという気持ちになるのも自然なことだったと言えるでしょう。思い描いた未来とは違う現実が訪れた時に、内川選手を突き動かしたのは、まだまだやれるというプロとしての感覚でした。迎えたヤクルト移籍1年目の2021年、内川選手は開幕戦に5番ファーストでスタメン出場を果たしました。7月9日の広島戦では、移籍後初となるサヨナラタイムリーを放つなど、ベテランらしい存在感を見せつけた内川選手。この年38試合に出場し、日本シリーズにも代打で登場するなど、まだまだやれるという姿をしっかりと示しました。翌2022年も新型コロナの影響で、チームの主力が大量離脱した際に一軍に昇格。スタメン出場を果たすなどしましたが、この年はわずか7試合の出場にとどまりました。この結果を受けて、内川選手は NPB からの引退を決断します。日本球界はもちろん、WBC など国際大会でも輝きを放った期待のバットマンは、静かにそのバットを置いたかと思われましたが、この物語にはまだ続きがありました。現役引退後の昨年12月3日、複数のメディアが内川選手が独立リーグ入りすると報道。そのチームとは地元大分に本拠地を置く九州アジアリーグの大分Bリングスでした。同じ日、自身が主催する学童軟式野球大会の開会式で内川選手も大分への入団を明言しました。まだ僕も野球が大好きで野球をやりたい。みんなと同じ、まだまだ野球をやりたい。僕も大分市に生まれて大分市で育って地元で最後にプレーしたいという思いがありましたので、
2023年シーズンからは独立リーグの大分Bリングスの方でプレーすることを決めました。 NPB 時代は生でプレーを見てもらえる機会は少なかったと思いますけど、みんなに負けないくらいの元気とエネルギーを持ってやりたいと思うので、ぜひ球場に足を運んでいただいて、内川聖一選手と大分Bリングスを応援してくれると嬉しいです。背番号はソフトバンクに移籍した当時の24。ソフトバンクに入団した当時には想像できなかったような未来を歩み続ける内川選手。工藤監督との確執がどこまで真実なのかはわかりません。しかしこうして内川選手がまだ現役への情熱を燃やしているのは、あの時ソフトバンクを退団したことが少なからず影響していると言えるでしょう。40歳にしてバッティングの極みを追いかけ続ける内川選手。その活躍からまだまだ目が離せません。